はい、こんにちは、次郎です。破産次郎です。タイトルにもあるようにですね、今回は、緊急小口資金、社協ですね、社会福祉協議会の、緊急小口資金の借りる、なんか詰まっとんねおっさん借りるのにね、破産者、私実は自己破産2回してるんですけど、自己破産、破産者は、この緊急小口資金を借りれるのかどうかということについてお答えします。その前にね、まず言うとかなあかんのが、これは借金ということですね。借りる金です。くれる金ちゃいます。それとあくまでこれ大阪です。大阪府大阪市の話です。あとそうやね、そのこの緊急小口資金の制度のこととかね、必要なもんこれいるあれいるとか、私行ってきましたみたいな経験談とかね、もうすでにいっぱい動画アップされてますんで、そちらを見てもらえればと思います。この私の破産次郎の動画を見てくださったということは、何らか事情のある方、すんなり意見ちゃうかと思っておられる方、もしくは頭使っておられる方やと思うんですけど、今はね、このこんだけややこしいね、あれが続いてたら、ほんま現金は必要やと思うんですね。だから借りれるもんは借りれて、ましてこんなええ条件で借りれるんでね、諦めんとね、頭フル回転で借りてもらえればと思います。はい、長々とすみません。結論言います。破産者も借りれます。ただね、ここに書いてますね、ここね、貸付できない緊急小口資金かっこ特例、今回これ特例なんでね、緊急小口資金特例として、貸付できない世帯、ここに、破産申し立て手続きなど法的整理中の方がいる世帯、あ、これ本人じゃのってもあかんよこっちはね、世帯の中でそういう人がおったらあかんっていうことなんですけど、ここよう見てくださいね。パッと見、私も最初ああ、あかんねんやと思ったんですけど、破産申し立て手続きなど法的整理中、整理中の方がいる世帯、整理中の方がいる世帯って書いてましたよ。だからこれで整理中って私もう何終わってるやんみたいな、面積出てるしみたいなね。ほんで問い合わせまして、お電話しまして、ほんならね、やっぱり窓口の女の子は飽きませんね、破産してたら飽きませんねって言い寄りましたわ。けどね、これよう見てくださいね言うて、破産申し立て手続きなど法的整理中って書いてますやろ言うて、ほんなら少々お待ちください言うてね、偉いさん出てきましたわ。でちゃんと確認しました。面積がまだ出てない、破産手続き中、申し立て中、破産の申し立てして半年ぐらいかかるんかな、面積出るまで、その間やったらあかんっていうことですわ。それをやってる人が世帯に乗ったらあかんよこっちはね。
ほんで免責が降りたらもう OK、セーフということですわ。はい、そういうことです。ただこれね、さっきもう一回見たって思ったんがね、破産申し立て手続きなど法的整理中、まあ、などやからあれなんかしないけど、普通ね、債務整理言うんやね、こうやって自己破産とかね、任意整理とか個人再生とかなんかいろいろあるんですけど、債務整理手続きなど法的整理中の方が許せたいと分かるんですけど、なんで破産申し立て手続きって書いてるのかなってね、任意整理やったら整理中でもいけるんかみたいなね、そこは確認してください。私は破産者なので破産について聞いたんですけど、任意整理やったら整理中でもいけるんかみたいなね、はい、ということで、はい、繰り返しますと、破産していても自己破産していても、免責が下りていれば、この緊急小口資金10万円もしくは20万円借りれます。はい、そんなこっちゃでございます。あと申し込んでから2週間、今で2週間なんでね、これ混んできたらもうちょいかかる可能性あるんでね、まあ該当する方は早めに行く、早く欲しい人はね早めに行くのと、まだこれいつまで続くやら分からないんでね、まだゆっくり頭回転させて考える人はゆっくり考えてください。なんか分からんことあれば質問コメントでもいいしね、質問メールしてもらえればお答えさせてもらいますし、でまあその1からその何分まで行くか分からんけど、また見てもらえればね、はい、嬉しいかな。はい、以上でございます。はい、以上総代、ありがとうございました。失礼いたします。チャンネル登録お願いします。